二条押子屋敷屋と、京都府二条家墓母大書母大所長福寺二条資料は、南北朝時代の苦行。大乗大臣、二条、吉本の着難。官位は、十一位、関博、左大臣。二条家六代党首。北朝の御光言天皇、御英雄天皇の二代にわたって、関博を務める。晩年に発狂した。北朝で県政を振るった、関博。 2条、吉本の長男として上は元年に誕生。上は5年に5歳で元服して、生5位下となり、さらに1月5には、14位下、右近少々に助せられる。石棺家の着手として、順調に昇進し、文那3年には、13位、県中納言に昇進する。上司5年には内大臣、翌年に、右大臣、王安2年25歳の時に、富士市長者、 内乱となって、五皇厳天皇の関白に任命される。梱棒したにもかかわらず、全関白高塚さ冬通りは脳死はじめもないまま、関白辞任に追い込まれており、冬通りが自発的に左大臣職を譲ったのではなく、吉本の策謀によって、資料の昇進が強引に進められたと言われている。大城大臣、小賀の通称も、大臣職を辞し、次第に朝務は、 資料へと集中していった。父、吉元の影に隠れて目立たないながらも、資料は、白馬世知への内弁を見事に務め上げるなどの職務は、よくこなし、異例の出資ぶりを見せた。王安元年には、伊伯帝の二条四具と一条京次も共に非三義に登っており、押し工事帝の泉から白流が昇天するという、この頃の二条への繁栄を象徴する気づいな、出来事も起こっている。 資料ほか、吉本の子息たちの異例な昇進ぶりは、吉本の絶大な政治権力によって支えられていた。資料が、関白に就任した王安2年に、質具は、資料の有志になっている。王安4年9月13日に、五公言戦闘の3度5回始めを行い、吉本に譲られて、初めて女政独史を務め、この江道すぐともここで、初めて対面した。この頃から、 歌人との交流や歌会、御司会への参加が見られるようになる。金利での歌会のほかに、常時5年には、吉本主催の年中行事歌合わせに参加。常時6年には、足利義明の求めに応じて、模様敷かれた、新玉津島社歌合わせや、宮中の中元5回に参加。吉本主催で、レンガの救済や、衆は、歌人の冷静ためひでや四つ辻吉成等が集まった。 レンガ寄り合いの回光る源氏一部レンガ寄り合いにも参加している。レンガに関しては、吉本の表したレンガ書、地連書は、奥書きによれば王安七年に、関白資料の求めに応じて書かれたものとされる。直線和歌集へは、新州伊和歌集に二種、新族古今和歌集に二種ほど日集している。資料自筆和歌会開始は、霊勢やしぐれ定文庫に一種現存している。 また、今年早若紫に咲き染めて三代に越えたる北の藤並城は二年年に吉本によって読まれた。この歌は、若紫を若君氏両誕生のこと保義歌とする解釈と、関白として先祖越えを果たした若い吉本の自粛家とで解釈が分かれる。王安三年には、十一位に助せられ、この年に即位した御縁友天皇の元服、果敢役を資料が務めた。 黄金天皇記の神筆後八皇も関白として賛辞している。王安七年には父、吉本が奉仕となる事態とまでなった親睦が三年ぶりになんとに兆し、延引していた五縁雄天皇の即位大礼が取り行われた。平和元年にかけて吉本親子はこれらの儀式に賛辞している。同年に資料は左大臣、関白を辞し、 この頃から家会などへの不散が目立つようになる。その後、令和4年34歳の時に資料が発狂するという事件が起こる。資料はこのところ狂気の様子が続いていたようで、同年4月7日の夕刻、資料は衣かずきの邸で路上に走り出し、月輪会員統計士たちに取り押さえられた。この絵道継は、具関期にこのことを記しており、二条家外部の 目撃者も多くあった。吉本は、息子の発狂の知らせを聞いてもそのまま平然と、連賀会を続けており、この絵道継は、吉本の異常な態度を非難した。吉本のおじの大僧城領友が調理をしていた、上住院から、祈祷の僧たちも派遣されたが、月光する、資料に押し伏せられて、手のつけようもなかった。資料の発狂に際して、性質、 大木町三条育子も、たびたび実家に逃げ帰っていた。発狂の原因については、資料の狂気が、先天的なものであったという説や、足利義満の成長に伴い、父、義元や周囲が、家に応募を母とする、資料よりも、有力大名、時代リアスの娘を母とする次男二条質具を、寵愛して、精神的に追い詰めたという説など小説ある。また、外祖父、 大木町三条実る次が恒例となり資料の貢献役としての力が衰えたこと、王安7年後黄金天皇が死去し、資料の性質、幾個の実家である大木町三条家を通じた、後黄金の母養六門院とのつながりが不要になったことも原因の一つと考えられる。狂気が言えないまま、発狂事件の2年後、攻略2年3月20日に36歳で出家する。 光名は明け空。その後、英徳2年5月1日に38歳で亡くなる。号は、是心院。資料の号で、菩提寺である、是心院の候補地は、岐阜と京都の2カ所が挙げられる。岐阜の是心院割津政治の達中であり、二条家の寄進地で、たびたび寄進が行われていた。資料が亡くなった、英徳2年に、吉本が祈祷を命じていることから、 資料の母体を弔ったと考える説がある。京都の是信院割立政治の流れを汲む長福寺の達中であり、こちらも二条家が寄進を行っていた。長福寺是信院へは、吉本の姉栄子から相続した吉本即女の椿山大師が入事している。資料の子息は、聖母不明で、創跡に入った下に明、道郷、環境、領順がいる。子息は四人とも、 祖父、二条、義元の子ともされるが、父、資料の発表後、祖父、義元の勇士となったと考えられ、それぞれ、当時と天台衆の門石寺院の門主となり、うち三人は後に、天台座主に就任している。現明は一条家が創称してきた、新言衆の随神院に入寺した。同合は、父存明寺の永和元年、十一歳で、御子同法新郎から受戒しており、 早くから出家が決まっていたようである。環境は、欧永11年9月24日に、兄、道合が、天台座ス罪人のまま40歳で死去した後を受けて、座スに就任。叔父同意と共に、足利義持の御地蔵として活躍し、少年院議員に、秘宝の感情を授けている。永三31年2月6日、57歳で死去。両順は、 環境の後を継いで、天台雑誌となり、o a 28年に44歳で入滅した。ありがとうございます。